これまた調子悪くなっちゃったんだけど、絞りのどこ。ああそうか、掃除するよ。あ、お帰りなさい。自分であります。はい、話せます。フランス語は訛りがありますが、ドイツ語は正確です。自分は翻訳と地図作成だけで、実戦経験はまだ、基本訓練の時以来武器を持ったことがなくて、はい、全てがいい経験になります。戦争は人の感覚を磨き、意志を刺激し、肉体を強く鍛え上げ、その極限状態の中で互いに相手を人間として見極めることができる。はい。賛美歌を弾いてます。今作曲中でして。ロック、起きましたよ。彼が昨夜助けた人ですよ。彼の話を聞きましょうよ。誰か俺にバーボン持ってきてくれない？バーボンだ。俺を舐めた、あいつ俺を舐めた、あいつが舐めたんだ。本当だ、やれ。うわ、飛び降りてから実感した。人生は完璧だ、人生は最高だって。不思議なことで溢れてるし、綺麗だし、チャンスもあって、テレビもある。それに驚きもいっぱいある。それからみんなが欲しくてたまらないあれもある。なくして初めて会ったってわかるんだ。そんなことを思ってた。でも生きてる時には誰もそうはっきりとは思わないんだろうな。あなたのような方に初めてお会いしました。ご親切で思いやりがあって、その上とてもお綺麗だ。欲しいものは何でも持っていて叱るべき方だ。今夜死ねれば、この先一生何があろうとも今夜のことを決して忘れません。あなたの面影とこの美しいお屋敷を心の中に、あなたを生涯僕の女神と崇めます。どなたかな。ああダメダメダメ、あまりにひどすぎる。僕はオスカ、今から帰るとこなんだが、なんて言えばいいのか。君を見た瞬間何かを感じたのに、その衝撃を表す的確な言葉が口から出てこない。それはないか。ああ 80% セックスは同時に絶頂に達することを目的とするゲームであると言えると思う。あるいは冒険の相手に選ぶことでもある。神経衰弱になった。球が、ボールが、俺のブドウが。嘘、マジか、赤ん坊に。怖がってないけど、ごめんな。じゃあこうするから。全然 OK。 ほんと気にしないで。何してるのリー。あのさ、俺全然わかんないんだけど、僕は君の婚約者だぞ。これって何か関係ある？ケルビンだっけ。ケルビンだよ。あ、そう、ケルビンな。いや、すまない、あやふやで。名前ってのはすぐあの地下、あれね、クタールだよ。あいつはセキュリティ部隊がやってきたら突然船から逃げ出して、連中にボッドをぶち抜かれた。そう、リース。これがね、わからない。彼の場合は、失踪だ。言うにやらせるべきだよ。今のままだってうまくいってる。明日は何を話す気だ。誰かが突然現れて贈り物をくれるのか。ちょっと待った、コマが足りない。これじゃ続けられないな。よく覚えといてくれよ。俺だって本当は何度も言いたかねえし、俺は何度も何度も繰り返し言ってきたんだ。口が酸っぱくなるほど言ってきた。もう俺たちがベトナムの戦争に行くわけじゃねえ。どんな日が来ると思う？ほら、どんな日だ。俺たちは解放されるんだ。もう近いうちにな。面白い話があって、正しくはユージーンだ。ユージーン・デブルイン、出身はオレゴン州ユージーンさ。ほら、面白いだろ、名前と出身地がさ。僕はダニエル・ファラデー、君らを助けに来た。僕入れて4人。いや、それがね、全然わかんないんだ。墜落寸前で何がなんだか。僕も慌てて飛び降りてなくしちゃったから。ほら、パックを。中に電話が入ってるから、あれがあったら。ジョージ、ダニエルだよ。わかんないんだよ。雷が落ちたかなんかで突然ケーキが全部止まったみたいで、でも降りたら生存者の人に会ったんだ。誰かは知ってる、でもよく知らない。ああ、馬に蹴られたんだ、ガンって。ああ、鳥が心配だ、鳥が心配だ。彼女は死んだし、馬も死んだけど、鳥だけは助けられる。この子が教えてくれたからだ。確かに鳥は。僕は思ってない、この鳥がサラだなんて。彼女は死んだ、もうどこにもいないんだ。クロエに汚い秘密なんてない。19歳の時を知ってるか。その2週間後に父親が死んだ。ってことはもちろん世界中のパパラッチが葬式で写真を撮ろうとした。俺はどうしても最初の一人になりたかった。
俺は式に忍び込んだ。で、彼女はめちゃくちゃ怒った。でも写真は撮れた。レンズを殴る直前にな。レンズは真っ二つに割れたが、その写真で相当稼いだよ。やあ、シャドウ、ちゃんと知っている。昔から信じていたかって。私こそが信じる心だ。信じること以外できないのだ。信じられなくてもその道を信じて進んでいくしか他にないのだよ。君の直感に従ってその道を行かなければならないのだ。最後まで。